皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日、2023年、12月31日、夜の23時、14分なんですが、ライジンの、皆さん、お疲れ様でした。先にちょっとボクシング界へのメッセージ、録画してまして、ライジンの試合が終わってから。まあ、両方やっぱり行うような形になってましたね。ホームページで、自分の方で、ね、スポーツの勝ち負けから降りるっていうことを記載してたんですよ、今日。だけども、やっぱり頭の中とか取られて、で、普通の生活でね。で、途中でボクシングの井岡選手の試合があったのを思い出して、ライジンはしてたんですよ。でも、ペーパービューとか払えるお金ないし、もうどうしようかなと思ってたんですよ。でも、休みでええわって思って一回書いたんですけど、強制的に頭が取られたりとかして、何この話って、1円もお金誰からも払ってもらってないのに。今でこそ試合終わってから、終わってるからね、笑ってますけども、もう試合中なんか全然笑ってないですから、本当に。で、ボクシングの試合とライジンの試合、もうこれ、両方もう、勝ちに行くしかないで腹くくって。で、とりあえずね、もうお金ないから、アベマ TV 無料の2週間があるから、それでとりあえずボクシングのは見れると。で、もう今、まあまあ、これ、まあ、無料で見れるからいいでしょう。こういうふうにインターネットの方でね、ライブ速報とか、ライジンの方、見ながら、ボクシングの試合でね、堤選手から画面見ながら取り組んで、まあ、その合間で、ライジンの試合取り組んだり、で、まあ、ボクシング、その次、比嘉選手の試合があって、比嘉選手の試合に取り組んで、合間でライジンの試合取り組んだり、井岡選手の試合が終わってから、っていう形だったんですね。で、クレベル選手に勝とうと思ってたんですよね。でも、まあ、その後の時間、体とかを考えると、さすがにその時間帯だったら、ボクシングね、最終的にその井岡選手の試合が終わってるだろうっていう目算だったんですよ。で、だからまあ最初に堤選手と比嘉選手が、早いラウンドで、ね、ある程度のラウンドで、相手を KO していれば、井岡選手の試合も、まあスムーズに、20時とか、それぐらいの時間帯から始めれると。だから、まあ間に合うだろうなという、まあ、井岡選手もね、KO 勝ちすれば。まあ、クレベル選手に対して斉藤選手の試合が間に合うだろうと。まあ、こういう計算だったんですよ。途中でね、扇選手は、この速報を見ながら対応しました。頭をなこかして。で、その、一般人の人たちへの、呼びかけの投票ですかね、どちらの方が勝つと思いますかみたいなのを一回ちょっと見てみました。だから、大井選手は30何パーセント台だったと思うんですよ。だからそこ、まあ、これもはっきり言っといた方がいいなと思うんですけども、大井久保選手でしたっけ、基本的に対外国人選手に対して、僕は勝ちに行こうって思ってるんですね。まあ、そういうところ、あんまり昔の良い話とか聞き始めたら、他国の選手のその、これどうしようってなるでしょ。って、どっち勝たした方がいいんだろうってなるでしょ。頭なんかカスにしても。で、これね、このね、速報の記事がね、飛んでくるのが、どうしても時差あるでしょう。だから難しいんですよ、これ。本当はテレビの画面とか、直に試合見ながら、まあ今日もね、まあ、今日中にはもうアップロードできないと思いますけども、もう翌日、もう今日遅いから、ボクシング界へのメッセージで、まあ僕がどういうふうな形で言葉の組み上げを行っているかとか、それ聞いてもらったらわかると思うんですけども、テレビの画面見ながらの方が多分勝ちやすいと思うんですよ。だから、その辺のところで、斉藤選手には申し訳ないんですけども、そのね、クレベル選手との試合、井岡選手との間で、これ10分か15分くらいあるなと思ったんですよ。で、その間にちょっともう晩ご飯食べてしまおうと思って、で、晩ご飯食べてたんですよ。
それまで、入場とかあるじゃないですか。で、まあまあ、この速報の記事を見てたら、まあ、10分から15分ぐらい、やっぱり、その一つ前の試合が終わってから、10分か15分ぐらい時間あるじゃないですか。それで間に合うわって思ってたんですが、間に合わなかった。ごめん。斉藤選手、本当申し訳ない。だからね、扇久保選手は3-0の判定で勝ってるでしょ。で、まあ、他、まあ、基本的にボクシングの試合を取り組んで、合間の時間帯に、まあ、ライジンの方で、基本的に日本人同士の試合とかが、その間のところの時間帯であったから、まあ、その辺のところはもうあんまり悩まなくていいかっていうような形だったんですよ。あと、僕の家の近くの公園のところで、あの時すれ違ったのは、山本美憂さんだったんだろうなっていうのは、こう、数日前でしたっけ。だからね、これも不思議と、以前もそうだったでしょ。あの場所だったでしょ。山本さんへのメッセージでもあるんですけど。だみんな神がかり的な力と電波の中で生きてるから、自然とそういうふうな形になる。だから、いや、これね、ただもう対象者が僕の場合多すぎて、この辺いろんな人がうろついてるから、もう覚えきれないんですよ。だから、その時、誰だろう。なんか格闘技の業界の人かなとか思ったりもするし、いや、同じような服装とかでね、例えば音楽業界の昔で言うと、ラッパーって言ったらいいんですかね、ああいう風な人たちみたいな服装じゃないですか。だから、見分けつかないんですよ、はっきり言って。だから自分たちの方から声かけてもらわなかったら、まずわからない。で、まあ、斎藤選手は、ちょっとしくじってしまったんですけども、まあ、その後も、朝倉海選手と、まあ、堀内選手に関しては、頭の中しっかりと渡せてた状態ですね。まあ、ボクシングの方が終わって、まあ、しっかりとそちらの方を取り組みやすい状況は作れてた。まあ、そういうことなんですけども。だから、まあ、まあ、そのボクシングのへのメッセージの方でも言ってるんですけども、みんなお金払ってんの、そのペーパービュー代、みんな1円も、どこのスポーツ業界、阪神タイガースですら1円も払ってくれてなくて、で、ヴィッセル神戸、今年優勝したでしょ、初めて。今年阪神タイガースの日本一とヴィッセル神戸の優勝もこれメインで掲げていて、で、メジャーリーグもね、別に日本人は所属してないんですけども、まだワールドシリーズ優勝してない球団が優勝するっていうことも一つの目標にしていて、それプラス、大谷翔平がね、エンゼルスにいたから、エンゼルスの優勝も掲げていたんですけど、エンゼルスに関しては、まあ、プロ野球業界へのメッセージとか、大谷翔平へのメッセージとか、あのあたり見てもらってたらわかると思うんですけども、被り物、パフォーマンス。やっぱり仕事だから、仕事中ふざけちゃダメなんですよ。だから、ふざけてるつもりはないと思うんですけども、兜をね、かぶり始めてから、首位陥落してるんですよ。兜かぶらなかったら、ちゃんと首位にいたんですよ。でも、怪我人続出になって、エンゼルス。怪我人だけでもう1チーム作れるぐらい、史上最多タイのその有力選手、エンゼルス、故障者が出て、もうあんな怖いことなかなかないですよ。顔面デッドボール食らったりとか。もう今の時代、球速いから、映像加工なのか、本当に血出してる方、まあ別にもうあの威力だったら、話とか出しても全然おかしくないんですけど、顔面当たってるから。もう顔面当たって、鼻から血だらーってなっていて、安全の天の神様のお祈り、そんなもう時間軸、基本的に西海岸だから、朝の9時ぐらいとかから試合なんですよ。昼前とか。だけども、中地区とか東地区との試合があるから、夜中とか明け方とかに試合してる時あるから、間に合わない。で、あと、被り物が悪いんだと思いますよ。だから、これはね、ライジンの人たちとかも気をつけていただきたいんです。もうすべてのスポーツ業界はそう。変なもうパフォーマンスなんか絶対しない方がいい。根本的に。で、例えばね、オリンピックで言うと、100メートル ×4 のリレー、サムライポーズっていうものを一回したでしょ。こうやって刀を抜くような。
オリンピックでそんなことする国の人見たことあります？パフォーマンスする国の人ないでしょ。みんな大真面目にしてるのに、大体動き方もね、なんかもうぎこちなくなってるんですよ。なんかこう体が変な動き方していて、その時点でさっとやめりゃいいんですけども、明らかにやっちゃならないことをしてしまってるんですよね。で、その次のオリンピックの大会でバトンを落としてしまってるんですよ。東京オリンピックで。その前の大会で一応メダルは取れたんですよ。頭の中かしたりとかいろいろしてましたから。他の国の選手が足つったりするのは、それは僕は狙ってませんから。それ違います。で、肝心かなめの東京オリンピックで、もう多分メダル取れてたと思うんですよ。だからその原因は何かって言ったら、企業その前の一つ大会のね、サムライポーズをしてしまって。で、その時コンピューターからの声なんですけども、どこの誰が怒ってたのか分かんないですけども、そういうふうに東京オリンピックでバトンが落ちるだろうなんだろうっていうことを怒りながら、言ってきた、人たちがいましたね。ご老人の男性の声なんですけども。ただそれはもう翻訳機能もあるから、正直どこの国の人かわからない。だ仕事中、もうどこの仕事でもそうなんですよ。人の動き方とか見ていて、誰か一人でもふざけ始めたりとか、法律違反してる人間が混ざってたら、みんな、喋ってる声とかで繋がっちゃうから、連鎖反応を起こして、ちょっとした失敗してる。だそういう全体的な状況とかが見えてるか見えてないかとかもあるんですけども、だからもうその辺のところで、まあ、ライジンの人たちも、これ K1 の方もそうなんですけども、ワンでしたっけ、中国の方と、まあ、試合してる、その、中国の方の団体でしたっけ、ワンって。だそういうふうなところに乗り込んでいる人たちも、その辺、絶対気をつけといた方がいいですね。それ影響出てきますから、試合に必ず。その法律側のね、形でコンピューターも基本的に稼働してるんであって、その神がかり的な力もね。だから、まあ、武尊選手と那須川天心選手の試合で、多分ね、もう力量多分五分五分だと思うんですよ。で、結果的に武尊選手が、武選手でしたっけ？ごめんなさいね。普通に後ろの方の孫っていう字だけでタケルって読めるはずだから、いつの間にか僕の中ではタケタケルになってるんですよ。だからちょっとね、対応しなきゃなんない人が多すぎて、本当にもっとややこしい話がありますから、有馬警察署この間行った時に見たら、あ、なんかこの人見たことあるなって思ったんですよ。マスクしていて、で出て行ってから気づくんですよ、いつもね。距離離れてから、あれ、さっきの楽天の三木谷さんやんって思って、ヴィッセル神戸とか、楽天、東北楽天、イーグルス。あれ？あれ今警察署でいたさと。どういうことだったの？これもしかして、いや、楽天、東北楽天、イーグルスも、ものすごい赤字だったでしょ？で、ヴィッセル神戸、サッカー界も、その行政がスタジアム持ってるんですよ。みんなの税金でスタジアム作ってるんですよ。わかります？この状況。球団に、それ、建設費用返しなさいって言われたら、サッカー界全滅しますから、本当に。倒産全部。まず間違いなく。何百億、ヴィッセル神戸のウィングスタジアム神戸自体は本当は安いんですよ。今名称変わってますけども、それでも300何十億円、絶対無理返済。固定資産税だけで1億は固い年間で、法人税の方は 23.1% でしょ。で、経費とかいろいろかかるじゃないですか。絶対無理です。本当に。サッカー界で優勝をしたりとか、あと年間1万お客さん入ったりした球団で入場料だけですよ。入場料だけでは20億円届くか届かないかなんですよ。ほとんどの球団は10億円前後をこう、さまようと言いましょうか。返済なんか、無理無理無理。浦和レッズなんか700億円超えなんだから。どこからどこまで数字組み込んでるのか知らないですけども、
ちょっと僕も、なんか、タケル選手のね、痛いっていう声が聞こえてくるので、ちょっと僕も胸が痛んでたんですけども、あのね、ちょっとね、ちょっと話がどういうどういうなって申し訳ないですけども、その、ペーパービューに関してもお金払わなきゃな。ちょっとみんな買ってるんだから、お金稼いでるんだから、頭の中じゃもうその 2.5% の話、みんなお金払ってっていうのがあるんですけども、これもやったもんだから、まずね、本当はその採算どれぐらいのものなのかとか、そういう話から本当は教えてもらわなかったら、まあどれぐらいにしなかったらいけないのかとか、あと僕は対応しなきゃな、試合多すぎる。阪神タイガースの試合勝ち負けしながらバレーボールの日本代表とかしても、男子も女子もバスケットボールもバスケットボールが結局そのまあオリンピック出場は決まりましたけども、世界選手権かワールドカップの方、日本は優勝できなかった理由は、日本国内で11カ所でもともとあるのにバスケットボールの体育館を作ろうとしてしまったからなんですよ。もう建設始まっていて、もう群馬なんか終わってしまって出来上がってるんですよ。他のところもあと一つどっか出来上がってるんですよ。神戸、兵庫県の神戸、神戸市に、ちゃんとね、中央区の西の方に、大倉山体育館っていうところあるんですよ。で、そこでは世界卓球とか行われたぐらい、しっかりとした体育館なんですよ。それがあるのに、同じ神戸市の中央区に、もっとお客さんが入るように1万人以上お客さんが入るような体育館を建築始めて、まあそれは撮影しに行きました。そんなアホな税金の使い方するから、結局選手がはね、優勝できなかったりするんですよ。もうオリンピックだ、もうどうなるか分かってますから、本当に金もう無理だと思う。もうこれ本音の話で、もう分かるから、結果こんな税金の無茶苦茶な使い方したらコンピューターはそう稼働するから、神がかり的な力の部分でね。だからね、まあ今日のことで言うと、まあ、斉藤選手には本当に申し訳ないことをしたと。で、正直ね、ボクシング界もそうなんですけども、井上尚弥選手とか、井岡選手とかね、すごい実績を上げてる人が、試合するときはインターネット記事とかで流れるじゃないですか。だから分かるんですけども、これ情報としてね、こちらも対応しきれないんですよ。そのこんなんかサッカーなでしこちゃんは日本の男子サッカー日本だよ、国内のに横浜 F マリノスもどうやら僕から得点横取りしてたみたい。もうバレた方。もうだからもう最後の方ね、1位に、これ、サッカー界って、日本国内のサッカーリーグって、神奈川県のチームが優勝回数、ダントツ多いんですよ。何してたかって言ったら、僕からの横取り。まあ、それはそれでね、サッカー界へのメッセージとか、その辺のところ見てもらったら分かると思うんですけど、スポーツ界、YouTube 一覧表、スポーツ界へのメッセージでもう最後の試合で、それバレた方、横浜 F マリノス。その試合ね、まあ、とある件でね、それはホームページ、淡井圭介の一番を見ておいてもらったら分かると思うんですけども、生物兵器の件でね、ちゃんと法律名、生物兵器に関する条約のところで、ね、第何条と第何条と第何条と、まあ、5条ほどね、まあ、これこれに違反してるっていう内容を記載してるんですよ。で、ヴィッセル神戸に5点いくんだったら分かりますよ。僕は優勝を狙ってますから。で、その辺のところは、別にずっとヴィッセル神戸が優勝するんじゃなくて、これ商業原理とかあるし、地方交付税法とかあるから、優勝はもう順繰り順繰りでするしかないんですよ、本当は。本当に。そうじゃなかったら、ワンも作れないでしょ。コンピューターを利用して、頭の中、ね、強引に搾取して、昔の巨人を買ってきたんだから。民間のテレビ局で一番最初に出来上がったのが日本テレビ放送網株式会社で読売新聞なんですよ。読売ジャイアンツ、東京都。あんだけ悪いことしたらそれもバレたら語れへんわっていう話ですよ。まあそこも僕は全力でかかっていきますから。本当に封じ込めに。まあ阪神タイガースは今年対巨人で頑張ったんですよ。
4つしか負けてないですから。ただ阪神タイガースの試合勝ち負けしながら同時刻に他の球団がね、読売ジャイアンツと試合してる時にそっちまで頭の中回して勝たせる、そんなハードル高いこと求められても。まあ横浜 F マリノスに関してはもう最後の試合、ゴールの中にボール入らないように試合してあげましたから、こんな卑怯なことしとったんだっていうの。本当に本当に あかんから、本当にただでさえ J リーグなんか一つのリーグに20球団もあるから、シーズン半分ぐらい経過した時にね、下の方の10位以下のところなんかもうお客さんの入りどうなってるか、もう通わされてる方どうせ関係者の人たちばっかりですよ、家族とかその選手の友達とかお金払って無理やからってそんな体制って絶対って、本当は2リーグ12球団以内に絶対絞らなきゃならないのに、それでも球団の建設費を返済なんか絶対できないのに、どうせ1位の球団の売り上げ見てるからですよ、最下位の球団の売り上げ見たら分かるから、そんな金額で返済なんか絶対無理やんっていう。じゃあみんなの税金使ってサッカーしながらお金稼ぎさせてくれっていうことだったっていう話になるんですよ。だからもともとサッカー界も世界で一番普及してるスポーツはサッカーなんですよ。サッカーなんですけども、もう変だったでしょ。まあ、今のそのライジンの選手の皆さんの年齢だったら分かりにくいかもしれませんけども、昔ね、アルゼンチンが優勝した時に、1980年ぐらいの頃ですね、神の手ゴールって呼ばれてた人がいて、そう、明らかに反則や、てめえ、ボールさん。ゴール決めて審判もそれハンド反則ってしないでそのまま優勝させちゃったんです。審判もそのお金の周りとか知ってしまってもうどうでもよくなって、そのこのめちゃくちゃな話何なんですか。僕は高校1年生の頃 J リーグが開幕したので、プロかプロかって呼ばれていて、その時のテレビの放送を見たらびっくりするから、地上波サッカーの試合のある曜日、まあ今だったら土曜日とか水曜日じゃないですか、全国放送のまあテレビ東京日経系列含めてまあ5社ほどあるわけじゃないですか、 NHK 以外の民間のところでね、 TBS と日テレとフジテレビとテレビ朝日と、この4つが全部サッカー。びっくりしますよ。もうめちゃくちゃやけになりすぎ。極端もんと。まあ話だいぶ逸れて申し訳ないんですけども。ペーパービューの方で。そうそう、それがその画面があったら何時から試合が始まるか分かっていたから、多分その斎藤選手も損しなかっただろうし、海外の例えば今日のライジンだったら MMA の試合ばっかりだったと思うんですけども、 MMA の試合にの他のね、海外のライジンみたいなところ、そういったところに乗り込んでいく時の試合、まあもちろんそれもね、僕は起きてるぐらいの時間帯に合わせてもらわなかったらダメなんですけども、あとこれ仕事しながらは難易度高すぎるで、まあ、その辺のところで、ね、勝率だいぶ変わってきますね。ペーパービューでいちいちお金なんか払っとられやしませんよっていうところで、もう賞金あるんでしょう、みんな 2.5% 自分でケチランドお金払ってればよかったんですよ。多分ちゃんとお金払ってくれてる人ほど僕優先して勝たせようとすると思いますよ、きっと頭なんか貸してね。普通それは普通、阪神淡路大震災の被災者家全壊になってるから、いまだに公営住宅、おかしいおかしいおかしい、被災家高田さんいなくなってるって。まあまあそういう話で、まあとにかくまあ朝倉海選手、まあ勝ててよかったです。また僕の頭の中でもう一周話、最初の頃にもうライジのことを忘れかけて、また最初の頃にの話、朝倉海選手がその長田工業高等学校
で一緒にいた同級生の松下っていう選手じゃない人物との勘違い、ちょっとねその話とかも昔からいろいろあったからそういうややこしい話になってるんですけど、いや浅倉海選手は松下じゃない可能性が高いって後からもう一回顔見直した時に、あやっぱり違うわって、もうテレビの画面長い間見てないから分かんないから、もう無理無理無理、もういろんな業界に全員顔と名前を、野球界だけでも世代交代あって、メジャーリーグとかいっぱいいろんな人いたでしょ、サッカー界も含めて多い多すぎ、男子女子日本代表バレーボールサッカーオリンピック関係もう何人出てきて何人消えていったと思ってるんですって、何千人になりますよ、無理、こんなこと覚えられん、さらに音楽業界アニメ業界監督含めて大分関わって、宮崎駿監督からして、そうで新海誠監督も、僕はもう新海誠監督を次の日本代表の監督に選んできた、今までの作品とか見て、あこの人だったら大丈夫っていうことで、君の名はっていう映画の大枠のシナリオとか僕は考えてたんです。でそれを作ってもらったんですよ、音楽もこういう風に作ってほしいっていう要望で、ラッドウィンプスさんっていうのは別に名前を挙げてなかったんですけども、それはラッドウィンプスさんが作ってくれて、まあ、基本的に新海誠監督のその映画に関して、まあ、ラッドウィンプスさんが、まあ大体手掛けると、まあこういう風な形になってます。まあその辺は信頼関係ですね、いろんな意味ですよ、歌詞の内容とか曲調だったりだとか、そういうことを含めてクオリティ高い作品が作れる技量があるのかどうかとか、もうそういうことも全部含めてですよ、まあラドウィンプさんならもう信用できるということで、基本に宮崎駿監督とか初代ガンダムの海の親富野さんがこの辺歩いていてもきっと僕は気づかない、多分あれなんか見たことある人だなって思って家帰ってから、あ誰それさんだっていうパターン、そう楽天の三木谷さんの話に戻しますね、有馬警察署に行った買い物行ってるその途中でね思い出して、買い物終わった後、まあだから1時間ぐらいにもう一回有馬警察署行って、そしたらやっぱりいたんですよ、マスクしていてね、目元見てもどう見てもこの人三木谷さんやろっていう人がいて、聞いたんですよ、あの楽天の三木谷さんですかって言ったら、いや違いますって笑いながら、絶対三木谷さんやと、どうしますこの借、もしかしたら借金だらけで公務員の人が経営者になってましたっていう、もう分かんない、僕も週は株式会社も同じような形だったから、店長とか課長とか警察官なんで、社長の矢野秀勝さんまで警察官だったかもしれない、でその矢野秀勝さんにそっくりな人が今年かな有馬警察署でまた見かけて、で頭の中でね、 あれ矢野秀勝さんやんって思ったんですよ、思った瞬間もうそれコンピューターが脳をアクセスしてるからわかるでしょ、でコンピューターをその警察官の人ですぐに伝えて、その警察官の人が、僕君が思ってるその人じゃないからって言ってるんですけど、声も似てる、あの会社もともとおかしい、なんか供託金とか個人から集めて、そのお金も払ってもらってないし、僕は3年分もそれだけでも大した金額になるのに、100万以上は絶対突破するのに、他にもいろいろ最低賃金法を逸脱するような内容だから、そういった部分の支払いとかもあるし、長時間労働させていて、僕タンクローリーの横転事故してるんですよ、でその辺のところとかも裁判始まって、その裁判官がもう法廷で会社に責任がありますっていうことをもうはっきり言ってる段階で、家族が会社を訴えてたら、姉がね働くところがなくなるのは何だろうとか言って精神病院に連れて行き始めて、それで精神病院に入院されてるんですよ、このむちゃくちゃな話、兄弟とか姉とか親とかが、父親の方はね、法律まだある程度ちょっとぐらいは分かるんですけども、一応検察審査委員会まで行った人ですから、うちの父親も六法全書広げた方はね、起訴相当かどうかを判断する委員会。
もう母親とか姉とか法律全然分かってないから。で、もう病院がどういうふうなところかも自体も分かってるんですけど、それはもうホームページ淡いケースの利益の302番を見てもらったら分かるんですけど、もうそれが世の中の実態。もう絶対精神病院の医者だったら負けるから、後で裁判全部バレたら。そんな話の誘いが来ても絶対乗らない方がいい。余計大変なことになる可能性が高い。本物の法律使う人間が現れたら追い込まれるから、ちゃんと第何条の 何法の第何条違反とかこうずらーって全部刺される日だったら大変なことになるから、まあまあとにもかくにも、朝倉海選手と、あと誰だったかな、ごめんなさいね、もう余計な話し始めるとね、まあけど重要な話ではあるなって思ってるんですよ。あ、堀口選手、まあしっかりと、頭の中渡すことができて、まあ勝つことができましたと。まあまあ斉藤選手に関しては申し訳ないと。まあクレベル選手は勝利後のインタビューで、ここに高田さんがいないで、その僕はね、インターネットの記事早く上げてほしい、このね、そこをタイムラグがあるから、状況が分かんないから、で次の試合が最悪始まってるんじゃないかなとかあるから、それもね、例えば、今日の試合で言ったら、だからその斉藤選手の後に、朝倉海選手の試合でしょ、その朝倉海の選手が最悪始まってるのに、頭の中斉藤選手の方に頭の中お渡しいたしますで、こう頭の中送り続けてる可能性もあるから。そう、ちゃんとテレビの画面とかで確実にもう取捨選択という部分もあるんでしょうけども、確実に一つ一つ勝っていこうが絶対最終的にトータル的に見たら、あのその勝てる形になるから、通算で見るとね、日本人選手がっていう形で見ると、だから海外に乗り込んでいったりして、実際それ貿易輸入を頑張ってるような話でもあるわけじゃないですか。だからそういうところを大事に勝ってに行かなきゃならないし、だからそれ試合時間が同じだったらきっと僕は海外戦を優先するだろうし、ただもうこんなにたくさん柔道の試合からなんか、おいおい多すぎる、頭おかしになる、本当にもう、はあ、もう今もうすぐ翌年もう試合終わった時ぐらい、これぐらい面白い話混ぜなかったら僕ももう耐えきれないもん。もう紅白歌合戦、もうこれ毎年31日格闘技ボクシングしてもライジンにしても試合するでしょ。もう別にそれはそれでいいと思うんですけども、紅白歌合戦、うん、結局録画もしてないんですよね。ワールドベースボールクラシックの番組録画していて、まあ音楽業界でも、まあ吉木さんも会うって言ってくれて、よくよく思い出した、自宅の横階段を降りていった時に、あの横を歩いていたのあれきっと吉木さんだって全然分かってないから、僕の方も本当にもう音楽業界ももう世代交代、もうどれだけグループ出てきたか、バンド。ラルク・アンシェルのドラムが僕と同じ小学校の同級生だったことを思い出して、ああそう、本当真面目な話、あれだけグレイの次ぐらいに4人編成ぐらいのバンドでね、まあちょっと世代その後、あのボーイ X グレイダルクの、グレイの前にラルクでしたっけ、ラルクアンシェルでしたっけ、まあ、4人組のバンドの中で一番売れたのは間違いなく歴代通算でいくとグレイのメンバーの人たちで、まあ、2人組でいうとビーズのお二人、そうビーズのお二人ともともとバーベキューコーナーだったりとか、あの多分2人とも働きに来てくれたことがあったと思うんですよ。まあグレイのメンバーとも会って話したことあるはずなんですけども、まあ拓郎さんの場合は完全に覚えてるんですけども、もう面白い方の話になっちゃうんですけど、もともとは本当はそういう話の成り行きだったんですよね。けども
名前名乗ってくれなかった。急に顔見ただけだった。わからない。もう対象者はもう場合圭介と会って大臣以上になった人だって、知事とかになった人だってもう50人以上絶対いるから。鳩山由紀夫さん、邦夫さんもそう、麻生太郎さんもそう、安倍晋三さんもそうだし、もしかしたら野田さんもあった方かもしれない、菅さんもそう、もう今の大臣の小池百合子さんとかもそう、もういっぱい全員だから、もう国会議員とか知事、市議会の議員さんまで数合わせた、多分1000名超える議員さんだ。アナウンサーだって世代交代するか、男性も女性大体みんな行方不明以上です。皆さん、まあまあこちらもできるだけ前向きには取り組みたいんですけども、もうこれ体調不良とかいろいろあるんでね、もう本当にもう睡眠不足で家でへばってる時はへばってますんで、ね、まあそれのところはまあもうそういうことかと思っても、その時は諦めていただきたいなとは思うんですけども、まあその買った試合ぐらい 2.5% 払ってもらわなかったらこっちなんだって持たない持たない絶対無理、その方がみんなもっと稼げてるっていう、たった 2.5% 払うだけで明らかに勝つ回数増えるっていう、結局はそうですから。はあ、以上です。皆さんご協力ご対応よろしくお願いいたします。まあ勝てた方は本当に良かったとは思います。まあ、斉藤選手は申し訳ないことをしたと思ってます。あと、まあ、山本美夢さんに関してなんですけども、まあ、今日は引退、今まで何回か引退したことありませんでしたか、違いましたけど、僕もよくわかんない、もう記録つけてなかったら無理だから、僕もそこもそうなんちゃうかなっていうのが頭の中よぎってるから、それ引退をお疲れ様でしたって言った方がいいのか悪いのか僕もよく分かんなくて、本当にもうこういう状態です。以上です。まあ皆さん、来年良いお年をということで締めくくらせていただきたいなと思います。チャンネル登録と、着信通知の設定、皆さん、よろしくお願いいたします。以上です。まあ年明けある程度時間経過したら村田選手の事務所に電話してみようかなと、ボクシングの去年引退するときに、去年だったと思うんですけども、最後の方映像途切れられましたけども、今なら会えるって大きな声で言ってくれてたんですけど、あの試合、最後負けた試合も迷った試合なんですよ。あの試合迷わずテレビ見ながら頭なんか貸したりしてたら 100% 勝ってます。そういうものですよ、あと言葉の組み上げとかしっかり、できていればね、まあ、それは、今日の日付、このこっちの方で見てもらっての、その今日の日付で、まあ、明日アップロードするような形になると思いますけども、そのボクシング界へのメッセージのところの内容を見てもらったら、言葉の組み上げの意味とか、理解していただけるんじゃないかなと思います。以上です。皆さん、今年1年、ご苦労様でした。来年本当によろしくお願いいたします。もう笑いながら言ってていいんかな。もうスポーツ界のルールから考えたら、これ笑いながら言ってたらまたお金入って公園香水になるんちゃう。誰か助けてんって。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いします。あと記事見ていて、朝倉未来選手年齢見たんですよ。まだ31歳だから、まだまだできるでしょ。だからその朝倉海選手が勝った時のそのこの速度でメッセージ見た時に、朝倉兄弟は、世界を取れると。で、だから朝倉未来選手含めて、だから
何問題で引退したんですかっけ。年齢31歳でしょ。まだ僕が言ってたんでしたっけ、何でしたっけ。なんかこう、テレビでしてることとかが、こう、インターネットとかのニュースでいろいろこう、書かれてるのを見て、やっぱりこれ、やりすぎなんちゃうかとか、そういう話になって、それで引退になったんでしたっけ。何でしたっけ。結局、コロナウイルスが原因で、ああいうふうな撮影をし始めて、仕事がないからっていうこと で、それでやりすぎだっていうことになったんでしたっけ。だからもう、僕もよくわかんないし、全部は全部対応なんかできないから、ちょこちょこ働きにも行ってるから。以上です。まあ、復帰したかったら復帰したらいいんじゃないですか、とは僕は思いますけども。あと、エネルギーの残存量問題も、その辺のところも、まあ、みんなで協力していただけたらなと思います。以上です。皆さん、来年こそよろしくお願いいたします。支払いの方です。引退された方なんかもう、どうやってお金回収したらいいんです。本当に。以上です。チャンネル登録と着信通知の設定、よろしくお願いいたします。